あなたはなぜゲームを作るのですか？と聞かれたら、多くの開発の方々はどう答えるのでしょうね。一番多いのはゲームが好きだからだと思うし、そうであるべきですけれども、私は、自分が最も得意とする仕事だからと答えるところでしょうかね。ゲームやゲーム作りが好きだからという理由はそれよりは優先度低いです。ゲーム作りの仕事はすなわち遊びを作る仕事ですが、その仕事は遊びではありません。趣味でゲームを作ることがあっても良いですけれども、売りに出すなどお金が絡む以上は、必ず仕事として考えなければならないのではないかなと。ゲームは本来自分が好きな作品を作ることが当然のように思いますよね。特に小規模インディー系などはそういう傾向もあるし、それはそれで望ましいことなんですが、だけどインディーだってお金をもらう以上はプロなのです。プロに徹し、需要に対して器用に振る舞うことだって大事だと思います。例えばチームのスタッフは自分の好みに合わないゲームを作っていることなど日常茶飯事でしょう。可愛いものが大好きなアーティストがゾンビやゴキブリの緻密なテクスチャーを作り続けるっていうこともあろうかと思います。まあ嫌でしょうけどね。自分の好みと正反対であっても、それが仕事ならばしっかり器用にこなさなければなりませんね。もちろんどんな仕事も楽しめるようにするのが一番なので、その面白さややりがいを見つけることも大事だと思います。なお、特定のディベロッパーやディレクターなどの作家性に惚れ込んで、そのディベロッパーの仕事をするようになれば、好きなものを作れる可能性はあるかもしれません。ただこれは極めて狭いもんだと言えますけどね。ではそのディレクターやゲームデザイナーになって企画を一から考える立場になれば、自身が好きなものを作れる可能性は増すでしょうね。がここに来てもなお自分が好きなものを作っているとは限りません。例えば私が作るゲームは私の好みと全く関係なく作ります。よくゲームをする私が初心者向けに特化した星のカービィを作ったり、落ち物パズルが苦手な私がメテオスを作ったり、少なくとも私は自分の好みで企画をしません。どんなジャンルを提示されても課題とみなし、考えた上で目的に合ったものを作ろうとします。ただこれもまたなるべく楽しむようにするのが一番ですね。私も、自分の作品やゲーム作りをまあまあ楽しんでるのではないかなと思います。発売後も面白く遊べてるし、ゲームの面白さがなぜ生まれるのかを理解すれば、好みに関係なく幅広い作品を作れるのではないかなと思います。この番組で様々なヒントがあることと思いますから、少しずつ糸口を見つけてもらえれば幸いです。しかしまあそれはさておき、多様なゲームを作る我らに共通することとは、作品を作る最終目的はプレイヤーを楽しませることに他なりません。何においてもそこは見失わないようにしてください。困ったり道に迷うようなことがあれば、プレイヤーを楽しませることと思い返す。開発の事情困難はあれど、遊ぶ人が楽しめることを行動動機にしてもらえればと思いますね。